最初に使用するインスリンを確認します。薬の名前、薬の強さ、薬の性質。次にインスリンチューブのコルクをアルコールに浸した綿棒で拭き、乾くのを待ちます。ピンヘッダーを覆っている用紙を取り除きます。次にインスリンの漏れや針の曲がりを防ぐために針を垂直に挿入します。気泡が見える場合は指で気泡を上向きに叩きます。針を新しいものと交換するときは針先が詰まっていないかどうかをテストする必要があります。インスリンを一単位に回転させるか、会社の指示に従って回転させます。次に針の先端が上になるようにペンを垂直に持ちます。針の先に薬の雫が現れるまで注射ボタンを押します。次に医師の指示に従ってインスリン投与量を調整します。利き手を使用して親指を押しボタンの位置にした状態で4本の指すべてでペンを保持します。針が完全に閉じるまで皮膚に対して垂直に針を刺します。0に達するまでゆっくりと押し下げ、押し続けます。注射したインスリンの全量を確実に受け取るまで、1から5をゆっくりまたは十分に長く数えます。次に、内側のニードルキャップを慎重に装着し、ペンを覆います。新しい針を交換するために針を取り外したい場合は、外側の針キャップを覆い、ねじって針を取り外します。